まずい、まずいぞ。あと20分でね、2キロ走らなければならない。やばいな。これ1個でも乗り過ごしたらね、北海道なんでもう甲斐がありませんから、全ての計画がパーになってしまうわけです。これまずちょっとね、僕もあの中高元陸上部のね実力ここで出すとききましたね。まあこんな大荷物背負ってますけども、でもこれでも不思議とね、北海道さすがまだ汗が出てきません。もうはっきり言って京都やったらね、立ってるだけで汗かくんですけど、走っても汗が出ない、さすが。いやすごいなって思いますけれども、ちょっとこればっかりは汗でも何でもいいからとりあえず間に合いたい。はい、ね、見事10分前に到着しました。俺し瞬速じゃん。俺瞬速で終わろった。ということでね、網走駅から釧網線、この度、初めての、ね、普通列車に乗ることになります。釧網線に揺られること3時間半かけまして、終点釧路駅まで、とりあえず向かうということになります。はい、ということでね、あ、もうこれが止まってる電車これかな。早速乗っていくところにしましょう。いやちょっとさすがになんか食べ物が欲しいけど売ってないよな。スリップした感覚になります。今流れているね BGM なんですけれども、スーツさんのねチャンネルでおなじみオンリーユートレイン、この名曲を手掛けたタックさんという方にね、本当に恐れ多くもあのご好意でですね、 BGM をこう作っていただきましてね、提供いただいたんですね。いやもう本当にありがとうございます。はい、僕もねもう何回もね聴かせてもらってるんですけど、本当に素晴らしいメロディーで、このね素晴らしいメロディーに負けないぐらいのね旅をしようと、そういうふうに思っておりますので、どうぞよろしくお願いします。はい、今回乗ったのは釧網本線普通釧路駅です。電車は帝国通り網走駅を出発、これからね終点釧路に向けて長い旅がまたね始まると、遅いことになります。網走駅を出るとね、もうすぐ左側にね大津区街がパーッとねもう視界いっぱいに広がるんですね。それを望みながらこうやってねだんだんと加速していく、いや疾走感がすごかった、本当にそういう風に覚えております。この網走と釧路を結ぶ釧網本線、これ歴史はかなり古くてですね、当時ね北海道に流されていた囚人たちの手によってね、この線路はね引かれたと、建設されたということでね、北海道開拓の歴史とも密接に関わっていると、そういうことがねよくわかります。あの僕この線路に乗る前にね、あの網走監獄を見てきたんですがね、ちょうど一緒のようなことが書いてあってね、あ繋がったと、そういうふうに思いました。トンネルからパッと明かりが出てね、この日も本当に天気が良かったんですね。それから空気が澄んでいますから、遠くまで見渡せるわけです。一本道、線路、2本のレールがずっと奥まで続くというのがね、いや本当にね心が洗われるようなね、本当にそういうような感情になります。横には道路も並走しておりましてね、こう疾走感あふれるような、そういう景色がどんどん連なっていきます。隣にはねこう車道があってね、車が走って並走しつつまた海が見えると、車にちょっと追い抜かれてますからね、多分電車は50キロから60キロぐらいで走ってたのかな、いやもうちょっと遅かったかもしれない、40キロぐらいだったと思います。まあそれぐらいのねのんびりしたペースでね、この北海道広い大地をね駆け抜けていくわけです。いやねこれどうですかね皆さん、この景色ね、いやあの何も感じないという人はさすがにいないんじゃないかな。いや僕はっきり言ってね、こういうことあんまり軽々しく言うもんじゃないと思うけどね、あの1日や2日ぐらいの悩み事ならねすぐ飛びますよね、こういうなんていうか景色見てね。うん、いや涙が出るかと思いました。本当に綺麗だった、そう思いました。今日のねお昼ご飯はゆで卵2つとね、それからおにぎりおかか味だったかな、網走駅でね乗り遅れそうになりながら買いました。いやめっちゃ開けにくかったんですよねこの袋が。ゆで卵もね殻むいてね車内でどうやって食うねんと思ったけど、でも売ってるってことはやっぱり食えるってことですよね。案の定皆さんね、おのおのねビールを飲んでみたりおつまみを食べてみたりね、談笑しながら、あそういうね温かい雰囲気だったんでね、ゆで卵も問題なく、ちょっと僕の手が臭くなっただけでね、トイレに駆け込んでね必死でこすって洗い流しました。雨が降っておりますけれども、途中でね7分の停車をするそうです。いやなんかどこ撮っても絵になるね北海道って。こうやってね窓を開けて直接風を浴びてね感じることができるっていうのもね、釧網本線に限らず JR 北海道普通列車のね特権というか魅力だと、そういうふうに思います。列車はね知床斜里駅を出発、この知床斜里駅はね平成10年までは斜里駅という名前だったんですが、知床という名前がつきまして、またねかつての斜里駅からね根北線という線が、ね、伸びていたんですが、開業から13年でね1970年に廃止されたと、そういう経緯を持っております。
このようにね、亡くなってしまった線路とかね、そういうものの跡地をね、こう回ってみるというのもね、この度でやってみたいことの一つです。クロスシートがね、開きましたんでね、こう座ってみるわけですが、驚くんですね。いや、見てください、ここにレバーがあるわけです。普通列車ですよ、リクライニングができるんですね。いや、こんなすごい、こんな機能がついてるんだと思いながらね、はい、なんでこうつけられたのかよくわからないんですがね、いや、本当に快適でね、僕もうとうとしてたんで、すぐ眠りについてしまいました。少しの間ね、お昼寝をした後、ちょっとね、パッと窓の外見てみたら、もう雨がなんか降ってきてるんですね。いや、天気が変わっていると、ちょっとだんだんこう曇ってきてね、北海道に来てから初めての雨になりました。で、こんな感じでね、もう線路をね、もう3ヶ月ぐらい線路つかなかったら、すぐもう草がぼーっと埋め尽くしてしまうんじゃないかと。本当にそれぐらい、なんかね、北海道行ったらよく言うんですよ、こう車内放送でね、エゾシカなどの野生動物がなんか追突してくる場合がございますので、みたいなね。いや、本当に確かにこれはいつ出てきてもおかしくないなと、本当にそう思いますね。宗谷本線でね、稚内に行った時ね、夜だったんですが、もうトンネルに通ってるみたいで何も見えないと言ったと思うんですが、いや、それはね、こんだけ草があったら何も見えないですよね。なんか答え合わせをしたみたいな、そういう気分になりました。時間も時間ですからね、もうだんだんとね、こう薄暗くなってくるわけです。僕もね、本州に住んでますから、北海道ね、何日か行ってみてね、やっぱり日没と日の出が早いなという、そういう印象は感じましたね。わずかではあるんですがね、そう、徹夜することが僕多いのでね、感じました。はい。運賃表示器はね、驚異の3670円を表示。僕はね、これこういうのを市バスとかでしか見ないからね、だから400円とか高い知れてるんですが、3000円台というのはね、いや、あるんでしょうけどね、こう僕も稀に見るものでね、とても驚きました。列車はね、終点釧路駅の一つ前の駅、東釧路駅をね、ゆっくりと出発していきます。距離にして166キロ、時間にして3時間半のね、長旅はもうそろそろね、終わろうとしています。終点の釧路駅、帝国通りの到着。途中からちょっと雨が降り出しましてね、景色もあまり見えなくなったんですが、でも、まあ、暗くなったということでね、海沿いも走って本当に綺麗な景色が見れてね、良かったです。はい、釧路駅到着。あー、長かった。ね、3時間半のね、乗車ということでね、どうなるんかと思ったんですけどね、めちゃめちゃ快適。リクライニングができるということで、あとはね、ガタンガタンこう揺られながらね、こう子守歌じゃないですけどね、なんかリズムを刻んでいて、ぐっすり、なんか逆に深くね眠れました。そういう風に思います。釧路駅に到着ということで、北海道のね、右に来たわけですね。はい、ということで今からですね、まあここではね今日は終わらないので、これからスーパー大空に乗り換えまして、新得町まで今日は向かうことになります。今日の動画はねここまで、ご視聴ありがとうございました。いや、3時間半旅あっという間でした。はい、ではさよなら皆さん。それでね、また、次回の動画でねお会いしましょう。ありがとうございました。また見てね。